宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には、第62回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？本当に秋になりましたね。一気に台風が過ぎ去って、朝晩涼しいというか、もう寒いぐらい、長袖着てないと寒いぐらいになってますよね。一番寒いところで4度、4度とか真冬じゃんってニュースを見ながら思った記憶があります。本当に一気に季節って変わるんですね。そして宮永はですね、最近白熊カフェのコミックにハマっております。ご存知ですかね、白熊カフェ。最初ね、アニメで見たの。あのね、動物園でバイトをしている、しかもパンダのバイトをしているパンダくんとか、なんだろう、車のね、免許を取ろうとして、取ったりするペンギンさんとか、ラマさんとか、動物も来るんだけど、普通にアルバイトは人間のササコさんっていうお嬢さんでっていう、すごい不思議なアニメだなーって思って見てたんですよ。それがね、原作はね、コミックがあるってことだったんで、最近買って読み始めたんですけれどもね。そもそも、なんでその白熊カフェを気に入ったかっていうと、第1話かな、アニメの。パンダくんがね、お家でゴロゴロしてるんですよ。そうするとね、ゴロゴロしてないで、バイトでも探しなさいとかお母さんに怒られて、でも、後で、今ゴロゴロして忙しいから後で、みたいに言うとね、掃除機でね、吸われるの。でね、うわー、吸わないでーって言うんだけどね、もうそれが可愛くて。っていうか、掃除機で吸うってさーとか思って、もうそれはさ、体に毛が生えてるからできるお仕置きだよね。ちなみに、宮永が昔猫と暮らしていましたけれども、実家で。その時にですね、掃除機は嫌いな子と好きな子がいました。なんかね、好きな子は、もちろんね、吸い方は柔らかくするけどさ、あのお掃除代わりに毛を吸ってあげると、ブラッシングみたいなもんかな、割とふーんって吸われてたりするけど、もう音が嫌いな子はほんと大嫌いで、尻尾をさ、おっってものすごくブッて膨らませて、嫌がってましたよ。でね、やっぱりね、パンダくんのね、どうしてお母さんはゴロゴロする忙しさがわからないんだろうみたいなセリフがとっても印象的で、わかるわかるわかるよパンダくんなんて思ってね、つまり宮永はゴロゴロするのが好きだってことなんですかね。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小鵜会、マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで、改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題してボニンブルーパラダイス。小笠原の情報をお届けしたいと思います。ちょうどさ、3連休が2週続くんですよね。1個前の土曜日、日曜日、月曜日と、
次の土曜日、日曜日、月曜日、うん、今回は2回に分かれちゃったんですよね。宮永が初めて小笠原に行った年はですね、ゴールデンウィークならぬシルバーウィークとか言って、すごいね、連休に、まあ飛び石だったんだと思うけどな、連休になってたの。それでね、そこを利用して小笠原に行こうということになったんですよ、仲間内で。そしたら台風が来まして、ちょうど今回と一緒、台風が思いっきり小笠原丸の航路を直撃でしょみたいなところになってしまいまして、2日遅れたのかな、2日遅れちゃったので、まあ一便で帰ろうって言ってたんだけれども、結局延ばして次の便で帰り、まあだってさ、行ってすぐさ次の日帰るってことになっちゃったんですよ、その時の予定だとね。うん、さすがに一泊はつまんないよねってことで次の便で帰っておくことになったわけなんですけれども、そうそう、つまり9月は台風シーズンなんですよね。でもこの間の台風、本当にさ、雨台風っていうのかな、関西の方、京都の方とかものすごく洪水になったみたいで、うん、なんか被害を受けた皆様にはお見舞い申し上げます。いろいろ大変だと思います。本当にね、テレビで見てびっくりしたよ。京都もさ、嵐山とかさ行ったことあったからさ、使ってるじゃんって感じだったよね。本当すごかった、うん、で、そうそう、小笠原と台風の話だよね。今回もさ、小笠原丸が欠航になったんですよ。で、今回の船は遅れて出て、もうその日に着発、行ってこいをすることになったらしいです。まあね、次の船というか次の便に影響が出ちゃうからすぐ帰ることになるっていうのもわかるんだけどさ、ほんと大変だよね、船のさ日程がずれちゃうっていうのは。1000キロあるしね。でさ、その1000キロでしょ、まあこの1000キロっていうのは竹芝から1000キロなんだけどさ、そう考えた時にさ、いや、そもそもですよ、小笠原がこの間世界自然遺産に認定されたのは、東洋のガラパゴスって言われる、もう小笠原が誕生して以来、火山活動によって島ができて以来、大陸とか他の列島とかと一度も陸続きになってつながったことがない独自の進化を遂げた海洋島で、すごい、うん、独自の生き物や植物がいるからだっていう話なんですよ。そうなんですよ、だから価値がある自然だってことで認定されたわけですよね。で、前に銀座で小笠原展っていうのを開催して、その運営に携わらせていただいたんですけれども、その時にね、小笠原の父島にあるビジターセンターで展示してあった、小笠原の自然はこうやってできたんだよみたいなパネルをね、ほぼ一式貸していただいて展示させていただいたんです。で、それで見ると小笠原には風とか波とかに乗っていろんな種とか生き物が流れ着いたりとか、あと鳥がね飛んできて住み着いたりとか、鳥が飛んでくる時に体についてた種とかで木が生えたりとか、そういうことらしいんですよ。そういう風にしてね、自然がねだんだん増えてって、で閉ざされた島だから、その中でうまく生きていけるように独自の進化を遂げたと。でもさ、ここで思ったわけ、1000キロでしょ、まあこれは東京からの距離だけれども、東京というか竹芝ふ頭からの距離だけれども、1000キロ、鳥ってさどれぐらい休まないで飛べるんだろうね。ほら、渡り鳥とかいるじゃないですか。渡り鳥とかもさ、ロシアの方からさ飛んできたりとかするんでしょ、こっちの日本に。飛行機と同じ距離だよ。鳥って飛行機と同じぐらい飛ぶの？なんか想像がつかなくて、だって飛行機ってね、人間何百人とか乗れたりするわけでしょ？でっかいわけじゃん。
でっかいのが、まあ、飛んでるのも不思議だけど、でっかいから移動してっても、まあ、うん。だって大きな人の一歩とさ、小さな人の一歩違うじゃんって考えたらさ、鳥すごいよね。飛んでくるんだよね。でね、この間、小笠原のインコウモリ亭のオーナーさんが、八つ頭っていう渡り鳥だよーってお写真を見せてくださったのですが、うん、これがね、すごいね、トサカがピョ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 って、多分ね、派手な方が男の子だろうなって思ったの。ほら、クジャクとかもそうでしょ？派手なっていうか、色が綺麗な方が、大体オスで、オシドリとかもそうだよね。で、割とメスは地味なんだよね。メスが選ぶから、オスはアピールするために派手だったりするんだよね、鳥って。で、そんなね、八つ頭って本当にもうトサカがすごいですねって、トサカじゃないんだろうけどさ、なんか頭のとこピョピョって羽が生えてたんだけど、トサカかな、やっぱり。うん、なんかそれがすごいですねって言ってたんだけれども、それでね、渡り鳥ですよ。オナガミズナギドリっていうのも渡り鳥で来るらしいんだけれども、どっから来るんだろう？どれぐらいの距離飛んでくるんだろう？だってそんなむちゃくちゃでかい鳥じゃないよ？って思ってさ。そうそう。南島っていう多分小笠原で一番有名な風景だろうなっていう島があるんですね。自然遺産に認定されてすごく綺麗なところって言ったら、まず南島の写真が使われてるんだけど、そこでさ、カツオドリが夏に繁殖してて、で、カツオドリは固有種じゃないんだけど、やっぱり渡り鳥でさ、うん、で、南島で繁殖して、巣を作ってね、繁殖してるんですよ。で、海鳥とかって割と木の上じゃなくて陸地に、うん、巣を構えるみたいで。で、なんでそういう風に鳥たちの楽園みたいになったかっていうと、ネズミがいないからだみたいなのをね、うん、教えてもらったんだけど、ネズミがいるとやっぱりこうヒナとか卵とか食べちゃうんだって。ネズミ強いよね。うん。で、そのモフモフのね、カツオドリのヒナの写真もね、分けていただいて、うわー可愛いとか思って。でもさ、カツオドリってさ、大人はね、翼が黒っぽくて、で、お腹のところがちょっと白っぽくて、でね、なんて言ったらいいんでしょう。顔とか、くちばしとかがですね、顔とかってかくちばしとかがですね、なんというか、あさぎ色？なんか黄緑ともなんか違う、ちょっとこう顔色悪い感じの色なの。ラテックスっぽいみたいな。勝手なイメージだけど。うん、なんかそんな色とかなんですよ。すごい不思議な顔した鳥なんですよ。でもね、割と人懐っこいというか、天敵がいないから、あまり人を恐れないみたいで、私もね、一回すごい近距離で会った時に、ほぼね、隣まで来て、手出したら多分つつかれるな、これみたいな距離で来てたのでね、すごいびっくりしたんだけれども。あとはさ、向島とかではアホウドリ。これはね、国の特別天然記念物らしいんだけれども、アホウドリもやっぱりそうやって地面にね、巣を作って繁殖しているから、それを増やそうみたいなのを活動されてるみたいですよ。山科鳥類研究所の皆さんとかが。うん。いや、なんでここを知ってるかっていうと、やっぱりその銀座で小笠原店をやった時にね、アホウドリのデコイって言ってたんだけど、なんか要するに人形？実物大の人形を置いて、ここに仲間がいるようだからここで繁殖していいんだよみたいに、なんかアホウドリに教える人形がね、あって、それを貸してもらったんですよ。すごい、そのね、アホウドリはでっかかったな。でもやっぱりね、宮永が一番思ってしまうのは、鳥ってどんぐらい飛ぶの？っていうことなんですよね。すごいよね。だって自分の体の何倍飛ぶの？だってご飯もそんなむしゃむしゃ食べてるわけじゃないじゃん。そんなさ、がっつり食べてるイメージもないのに、あんな細っこい羽のどこにそんなパワーがあって、そんな何百キロとか飛んで移動するんだろうって思って。すごいよね、鳥。というわけで、なんか取り留めもないお話になってしまいましたが、鳥が連れてきたんだよね。
小笠原の自然の一部を、そしてそこで進化を遂げたんだよね。すごいね、鳥。というわけで、今週のボニンブルーパラダイスは、いくら長い時間かけたとはいえ、やっぱりわからない、どうやったらあの自然ができるのか、自然ってすごい、のお話でございました。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる、粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな、古流大観流小鵜会。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。マイマイつぶりの歩いた後には、もうさよならの時間になってしまいました。10月19日木曜日は十五夜らしいですよ。お月見団子を作りますか？宮永はね、あんまりお団子が得意でないというか、まあ少なくともあの散歩だよね、うん、散歩に乗ったお団子を一人で全部食べたいほど好きではないかな。まああんまり作ったことはないですね。でもお月見ってさ、まあ別にそういう風にちゃんとお団子作ったりとかすすぎを飾ったりしなくても、空を見上げるだけでもいいのかなって思います。そして今週いっぱいお天気のいいところが多いみたいですよ。秋晴れ、うん、お月見もしやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ空を見上げてみてはいかがでしょうか。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と探していただいても見つかるかと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしております。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。広がる空